はい、それでは時間になりましたので、HM クラスの、予備予選からスタートします。一発目は高木さんと節也さんのヒートです。プラクティス開始です。コースオープンします。プラクティス時間は2分。コースオープンです。 TKG 節也 HM。本日最速 TKG 10.026 秒。はい、高木さんポンタ OK です。本日最速 TKG 9.941 秒。12.81。本日最速 TKG 9.806 秒。はい、節也さんもポンダ OK です。11.95。ベスト節也 HM 10.305 秒。本日最速 TKG 9.802 秒。はい、それでは行きましょう。ちょっと待ってくださいね。これが100ね。プラクティス終了です。はい、予備予選2分間自由に走ってもらって、ベスト1ラップだけ、見て予選の組み合わせを決めます。出走順1人ずつ、高木さん、節也さんの順でお願いします。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。 TKG スタート、節也 HM スタート。はい、計測開始してます。1周目高木さん9秒86、節也さんが10秒07。さあ、このクラス時計回りのコースレコードを節也さんが持っています。9秒54、これは現在のコースレコードです。さあ、それに迫るタイム、節也さん9秒59。節也さん9秒57。さあ、節也さん、コースレコードを更新してきた。9秒404、自身が持つコースレコードを更新してます。さあ、1分経過です。現在トップのタイムを出しているのは節也さん、4周目に出した9秒404です。続いて高木さんが1周目にマークした9秒864です。残りが45秒です。さあ、残り30秒です。さあ、節也さん、コースレコード再び更新、9秒336。残りが15秒です。高木さん自己ベスト9秒78。残りが5秒です。コールがあるまでタイム有効です。TKG ゴール、ゴールレース終了です。2台ともゴールです。マシンを回収してください。節也さんの9秒336、高木さんの9秒780でした。はい、それでは続けて予備予選の2組目コースオープンします。このヒートは3名です。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。1番ラスタフリ
大丈夫。はい、コースオープンしています、まずはポンダーの確認からお願いします。イチさん、ラッタさん、クリさんのヒートです。はい、イチさん OK です。はい、ラッタさんも OK です。スペアリングも動かないの？はい、それではクリさんメカトラブルで出場できないということで2名でやります。プラクティス終了です。出走順は1さん、ラスタさんの順でお願いします。それでは2分間の予備予選スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、1、3スタート。ラスタスタート。クリスタート。はい、2台計測開始しています。1さん1周目11秒32、ラスタさんが11秒77。45秒経過して、このヒートのトップタイムは1さんです。11秒32。続けてラスタさんが11秒77。さあラスタさんが、自己ベスト更新11秒27、このヒートのトップタイム。1分経過、残りが1分です。さあ1さん10秒20出ています。このヒートのトップタイム現在さあ、1さん9秒台入ってきました。9秒96。ちなみに全体2番手の高木さん9秒78まで出ています。ラスタさん10秒98自己ベスト、残りが30秒。ラスタさん自己ベスト10秒87。残りが間もなく10秒になります。さあラッサさん自己ベスト10秒77。さあ間もなく時間となります。コールがあるまでタイム有効です。1さんゴール、ラッサゴール、ラッサさんゴール。
さあこのヒートのトップタイム1さんの9秒96続けてラッサさんの10秒77でした。あ、いいですよ。はい。あ、レース終了です。マシンを回収してください。はい、それでは予選の組み合わせ作ります。じゃあ予選の1回目40分からスタートしましょう。クリさん治りそう？いやー、治らないですね。マジ？あ、1回目には3回目くらいの今予選の組み合わせ貼ってあります。ヒート B の方からスタートします。ヒート B は1さん、ラッサさん、クリさん、10分後40分からスタートします。この時間全然走っても大丈夫です。40分かな。閉めてあ、行くからいい。はい、予選1回目5分後40分からスタートします。
当てちゃったんで当分当たんないし。当分当たんないから。そういうことですか。たまに当たりますよね。でもね、結構当たるじゃん。いや最初はねすげえ当たったんですよ。多分、うん、お兄ちゃん設定変えたんだと思って。設定次第ですけど、うん、全部冷たいのにしてます。そうなんですよ、うん、はい、それでは時間になりましたので予選の1回目からスタートしていきます。それでは1ヒート目の人、コースオープンします。イチさん、ラスタさん、クリさんのヒートです。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分、コースオープンです。イチさん、ラスタ、クリ、はい、このヒートもクリさん修理中ということで2名で行われます。はい、コースオープンしてます。ポンダーの確認からお願いします。今更はい、イチさん OK。 はい、ラッサさん OK です。はい、それではいきましょう。プラクティス終了です。出走順は1、3、ラッサさんの順です。それでは3分間の予選1回目スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、1、3スタート。ラッサスタート、クリスタート、うん、はい、計測開始しました。このクラス3分間のコースレコード、節也さんが持っています。19周の6秒、これが現在のコースレコードです。さあ1周目、1さん10秒42、ラッサさんが11秒07。さあ2周目、1さん自己ベスト10秒17。さあ早くも1さん、ラッサさんをラップした模様です。このヒートトップは1さんです。現在5周目走行中、ラッサさんが4周目走っています。さあ1分経過です。残りが2分。第1、3、自己ベスト更新10秒09。さあレースは半分、1分30秒経過したところです。トップの1さん現在9周目入っています。このペースでいくと17周から18周狙えるペース。ラサさん自己ベスト10秒96、ラスタさんは16周ぐらいのペースですね。さあトップの1さん現在11周目入っています。ラスタさん現在10周目走行中、残りが間もなく1分です。ラスタさん自己ベスト10秒75。
さあラサさん再び自己ベスト10秒52。残りが40秒。さあトップの位置さんがこれで15周目入りました。残り30秒。ラッサさん自己ベスト10秒46。残りが15秒。残りが間もなく5秒です。さあ1317周目から18周目入るところ、コールがあるまで走ってください。さあ1318周目入りました。ラスタゴール13ゴール13ゴール。このヒートトップ1さんは18周9秒、ラスタさんが16周の7秒でした。はい、それでは続けて予選1回目の2ヒート目コースオープンします。レース終了です。マシンを回収してください。そこまでやろうしない。はい、それでは予選の1回目プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。節夜 HM TKGこれ R1 ワークスの黒電池充電してるの誰？え、クリさん？これ充電されてないよ。充電が始まってない。スタートしちゃっていい？はい。1.3 アンペアでいいんだよね。はい。はい、それでは予選1回目2ヒート目の方、ポンダーのチェックからお願いします。節谷さんと高木さんです。プラクティス終了です。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。節谷 HM TKG、はい、節谷さんポンダ OK。 はい、高木さんも OK です。はい、それでは、スタートしましょう。プラクティス終了です。出走順1人ずつ、節谷さん、高木さんの順です。それでは予選、2ヒート目スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。節谷 HM スタート。TKG スタート。はい、計測開始しました。このヒートコースレコードホルダーの節谷さん走っています。19周の6秒。これは現在のコースレコード。
さあ1周目節江さん9秒49、高木さん10秒35。さあ2周目節江さんコースレコード更新9秒29、高木さんも9秒台9秒93。再びコースレコード更新9秒285。さあ1分経過して現在トップ節江さんです。7周目に入ったところ、高木さんがこれで節江さんと同時周回 4.4 秒の差。高木さん自己ベスト9秒82。さあ時計は間もなく半分、1分30秒になります。節江さんこのペースでいくとコースレコードを更新しそうです。さあラップもコースレコード9秒280出ています。20周乗っかるペースです。節江さん、高木さんは18周から19周ギリギリ入るかなというペース。高木さん自己ベスト9秒77。さあ2分経過、残りが1分です。節江さん全くペース変わりません。20周ペース守っています。1周目からすべて9秒台、平均タイムも9秒37で走っています。高木さん自己ベスト9秒75。さあ高木さんもペース上げてきています。19周狙える。残りが40秒。残りが30秒。トップの節江さん17周目に入りました。高木さん今16周目。残りが20秒。残りが10秒。さあ節江さん19周目入った。高木さん18周目。さあ間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。さあ節江さん20周入りました。 TKG ゴール、高木さんゴール。レース終了です。はい、電車ゴールです。マシンを回収してください。コースレコード更新20周の9秒、高木さん18周0秒。予選の2回目5分後、55分からスタートします。予選の2回目は5分後、55分からスタートします。
よくなりましたね。あのあれモーターにあれを使いたいよ。はい、それでは時間になりましたので予選2回目スタートします。プラクティス開始です。ヒート目はプラクティス時間は2分、コースオープンです。1番ラスカフリー3名での予選になります。1さん OK。 はい、ラッサさんも OK。はい、クリさんも OK、 全社 OK です。はい、それではスタートしましょう。プラクティス終了です。出走順1人ずつ、イチさん、ラスタさん、クリさんの順です。それでは予選の2回目スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、イチさんスタート、ラスタスタート、クリスタート。はい、全車計測開始しました。さあ1周目、イチさんが10秒5、プレッシャーだ。クリさん10秒77、ラスさん1周目は15秒7。さあ2周目入ってきます。イチさん自己ベスト10秒09、クリさん10秒15、自己ベスト、ラスさんも自己ベスト10秒95。さあ現在トップイチさんです。2位クリさんとの差が 1.2 秒、3位、ラスさん前クリさんとの差が5秒です。ラッサさん自己ベスト10秒85。さあクリさん唯一9秒台出てきた、9秒90、前との差を一気に 0.6 秒に縮めている。ラッサさん自己ベスト10秒54、前との差がどのぐらいでしょう。ラッサさん7秒です。さあ1分経過、残り2分です。クリさん9秒83、自己ベスト。さあクリさんトップに変わっています。イチさんとの差が 0.4 秒、ラッサさん自己ベスト10秒41。さあこの週もクリさんトップ守っています。2位イチさんとの差が1秒です。1分30秒経過、残りが1分半。さあトップの2台、クリさんはこのペースでいくと18周3秒ぐらいで帰ってきそう。イチさんも先ほどの予選1回目のタイムを上回るペース。さあこの周クリさんがトップ守っています。ただイチさんとの差は 0.8 秒。さあ少しペース落ちたものの、トップのクリさん18周4秒ぐらいで帰ってきそうなので、総合でも3番手ぐらいのペースですね。残りが間もなく30秒になります。トップはクリさんです。15周目、同一周回でイチさんとの差が 1.5 秒。ラッタさん現在13周目入ったところです。さあ残り間もなく10秒になります。イチさんも予選1回目のペース上回ってます。4秒から5秒早い。さあ間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。さあクリさん18周目入った、イチさんも18周目入ったが、ラスタゴール、ラスタさんゴール、クリゴール、クリさんゴール、レース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。トップはクリさん18周5秒、イチさん18周9秒、ラスタさんが15周の5秒でした。はい、それでは予選2回目の2ヒート目コースオープンします。
プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。セツヤ HM TKG。プラクティス終了です。スタート。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。セツヤ HM TKG。はい、本田全社 OK です。また高木さん9秒56出ちゃった。今日のトップタイムで。プラクティス終了です。はい、それではスタートします。出走順、節也さん、高木さんの順です。それでは行きます。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。節也 HM スタート、 TKG スタート。はい、計測開始しました。さあ、今回も節也さんコースレコード、先ほど20周9秒出しています。今回どうなんだ。高木さん、先ほど18周0秒でしたので19周狙えると思います。1周目節也さん9秒52、高木さん10秒10、2周目節也さん9秒32、高木さん10秒00。さあ3周目高木さん9秒台入ってきた、9秒77。さあ節也さんコースレコード更新、9秒19、高木さん9秒62自己ベスト。さあ1分経過して、トップは節也さんです。今7周目に入ったところ、2位高木さんとの差が2秒9です。ただ高木さんは予選1回目上回るペース出してます。19周十分狙えるペースです。さあ節也さんも今回ペースいい、先ほど予選1回目を上回るペースで走ってます。2秒から3秒速い。さあ時計は1分30秒になりました。残りが1分半。トップの節也さん10周目入っています。高木さんも今10周目、4秒3の差。さあこのヒート2人とも予選1回目のペース上回ってます。さあ今回も節也さん1周目からすべて9秒台、平均タイムは9秒38です。高木さんの平均タイム9秒85です。さあ2分経過しています。残りが1分。
さあ、せちゃさん転倒があった模様で、このヒートは12秒5。さあ、残りが間もなく30秒になります。さあ、せちゃさん転倒の影響で今回コースレコードはちょっと無理理想だが、19周2秒ぐらいで帰ってきそう。一方高木さんも19周ペース守ってます。19周8秒ぐらいで、予想ゴールタイム出てます。残りが間もなく5秒です。コールがあるまで走ってください。さあ、両者とも19周ペースに入っています。せちゃさんゴール。はい、レース終了です。このヒートのマシンを回収してください。19周1秒、高木さん自己ベスト更新、19周の8秒。予選3回目、5分後10分からスタートします。予選の3回目、5分後10分からスタートします。予選2回目までの結果貼っています。はい、それではそろそろ時間になりますので、予選の3回目最後ですね、コースオープンします。プラクティス開始です。1人目はクリさん、プラクティス時間はラスタさんです。2分、コースオープンです。クリ1段ラスタ。
はい、ラッサさん OK。はい、クリさん OK。一旦マシンチェンジ。はい、お、ホンダも変わってる。変えてない。ボディだけ。はい、1さんも今度は OK、全車 OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順、クリさん、1さん、ラッサさんの順です。それでは行きます。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、クリスタート、1、3スタート、ラッサスタート。はい、全車計測開始しました。さあ現在予選3番手のクリさんは18周の5秒先ほど出ています。一方それを追うのは1さん、18周9秒なんで4秒差。さあ1周目トップで帰ってきたら1さんです。2位がクリさん、3位がラッサさんです。さあトップ1さんです。2位クリさんとの差は 4.5 秒つけています。おっと、この週ラッサさんが2位です。 3.7 秒差。3位がクリさん、 0.8 秒差。さあ1さん1人9秒台出ています。9秒97。さあ1さん9秒84自己ベスト、クリさんも9秒台きた。9秒82自己ベスト。9秒82はこのヒートのトップタイム。さあ2位にクリさん変わっています。3位がラッサさんです。クリさん前との差が 5.3 秒。さあラッサさん自己ベスト10秒68。ラッサさん自己ベスト10秒56。さあ少しずつですがクリさんがトップのマシン近づいてきています。現在の周で 4.8 秒差。この週 4.7 秒差。クリさん自己ベスト9秒82。さあイチさん自己ベスト9秒83。さあまもなく時計は2分になります。残りが1分というところ。さあイチさんペース上げてきています。19周乗るペース。さあクリさん残念、ちょっとクラッシュがあった模様。イチさんこのままのペースでいけば予選3番手に浮上しそう。ラサさん自己ベスト10秒55。残りが40秒です。さあクリさん自己ベスト9秒79。このヒートのトップタイム。さあトップのイチさん現在15周目から16周目に入るところ、入った。クリさんが今15周目、ラッサさん現在14周目から15周目入るところ。さあ残りが15秒。さあラッサさんクリさんに近づいています。 0.6 秒差。さあ残りが5秒です。コールがあるまで走ってください。13ゴール。クリさんゴール。レース終了です。はい、でマシンを回収してください。トップは1さん18周0秒。2位にラッサさん17周9秒。3位がクリさん17周の10秒でした。
なので伊地さんが予選の3番手上がってきています。はい、それでは予選3回目の2ヒート目コースオープンします。プラクティス開始です。セチャさんと高木さんのヒート、プラクティス時間は2分、コースオープンです。セツヤ HM TKG。 プラクティス終了。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。セツヤ HM TKG。はい、高木さん OK。はい、全車ポンダ OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順、節也さん、高木さんの順です。それでは予選の最終ヒートスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、節也 HM スタート、 TKG スタート。はい、計測開始しています。さ、1周目節也さん9秒53、高木さん9秒51、1周目は高木さんがトップ。さあ2周目節也さん9秒47、この週節也さんトップ変わっています。2位高木さんとの差が 0.2 秒。節也さん9秒32、自己ベスト。節也さん自己ベスト9秒24。1分経過してトップは、7周目走行中の節也さんです。2位高木さんとの差が 1.8 秒。ただ高木さん大変ペースがいいです。自身の持つベストを4秒ほど上回るペース。このペースでいけば自己ベスト更新です。一方節也さんも今回もいいです。ペースがこのペース守れれば自己ベストコースレコードを更新します。さあ両者1周目からすべて9秒台で走っています。節也さん平均タイムが9秒36、高木さんが9秒71平均タイム。さあ1分30秒経過、残り1分半。さあ両者ともペース落ちてません。さあ現在トップは節也さんです。13周目に入ったところ、
高木さんがこれで同一周回4秒6の差2分経過残り1分依然として両者自己ベストを上回るペースで走ってます。さあ残り40秒です。さあ両者とも1周目からすべて9秒台で走ってます。残りが30秒。さあ残りが15秒です。さあ間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。さあこれで高木さん19周目、瀬田さんもこれで20周目入った。TKG5、はい、レース終了で す, です。マシンを回収してください。瀬谷さん20周9秒3なので 0.1 秒足りなかった。高木さんは自己ベスト19周の6秒でゴールしています。はい、それでは決勝の組み合わせ作りますが、今日は全員決勝ですね。どうしようかな。じゃあ決勝レース、ああどうしようかな。これ宅急便が来るのかな。決勝レースはおよそ7分後5時半からスタートします。はい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。タイムはちょっと測れないですけど、うん、今回予選トップは瀬谷さんでした。2位が高木さん、3位市さん、4位クリスさん、5位がラッサさんです。なんか嫌な音がしますね。ああ。避けると。デフが。あ、ブラシです。ブラシです。今日はこれちょっとなんか嫌な音。電気が出る。はい、決勝レースは5分後30分からスタートします。
はい、決勝レースは1分後30分からスタートコースオープンします。はい、それでは時間になりましたので決勝レースコースオープンします。プラクティス開始です。立ち位置はプラクティス時間は成績順で決めてください。コースオープンです。関谷さん、高木さん、節也 HM、TKG、一段、フリ、ラスカ立ち位置決めてください。
気圧です。ああ、すみません。奥と、ここをやるか。はい、本田、育さん OK、高木さん OK。はい、せつやさん、ポンダ、OK です。あと、クリさんとラッサさん。はい、ラッサさん、ポンダ、OK です。あと、クリさん。はい、全所ポンダ、OK です。プラクティス終了です。ありがとうございます。節也さん、高木さん、一さん、クリさん、ラッサさん。はい、一さんありがとうございます。さあ今日 HM クラス、決勝5位はラッサさんです。4位がクリさん、3位が一さんです。2位が高木さん、そしてコースレコードをマークして TQ 取ったのが節也さんです。はい、それでは決勝レース8分間です。スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、計測開始しました。さあ、1周目トップで帰ってくるのは節也さん、高木さん、一さん、栗さん、ラッサさんの順位、予選通りですね。さあ、2周目、一さんが2位に上がってきた。3位、栗さん、4位が高木さん、5位、ラッサさんです。さあ現在4位までのマシン、節也さん、一さん、栗さん、高木さん、これが2秒の中に入ってます。さあトップ節也さんです。2位一さんとの差が1秒、3位栗さんは 0.5 秒差、4位高木さん 0.7 秒差、5位のラッサさんは 7.5 秒の差があります。さあこのクラス8分間のコースレコードも節也さんが持っています。48周10秒、これが現在のコースレコード。節也さんが2位を少し引き離した模様、2秒の差があります。そして2位争いしている1さんと栗さん、これが 0.5 秒、高木さんは前、栗さんとの差が 0.7 です。いや高木さん嫌だなこれ。さあ2位から3位ですね、一さん、栗さん、高木さん、これは大体 0.5 から 0.6 秒間隔で走ってます。さあトップの節也さん11周目入っています。今12周目入ったところ、一さんとの差が 2.9 秒、3位栗さんは 0.7 秒差、そして高木さんが 0.2 秒差まで栗さんに近づいている。さあ2分経過、残りが6分。転倒があったのか。高木さんが3位に上がってきている模様ですね。さあそして高木さんは前1さんとの差が 0.8 秒です。予選2番手でスタートした高木さんが2位1さんに近づいてきています。 0.6 秒差。今何で
現在3分30秒経過したところです。おっと高木さんが2位に上がってきてますね。3位がイチさん、4位クリさんです。ただイチさんまだ高木さんとの差が 0.5 秒、クリさん前イチさんとの差が7秒あります。さあ間もなく時計半分4分になるところですが、トップ3台、節也さん、高木さん、イチさんは現在のコースレコードを上回るペースで走っています。現在のコースレコードは48周10秒です。中でもトップの節也さん、このペースでいくと50周いきそうです。さあトップのマシーン、節也さんが1人28周目に入ったところです。高木さんこれでトップと同一周回 7.6 秒差。さあクリさん、4位クリさん前との差が 5.6 秒、3位イチさんは前との差がどんぐらいだ。さあイチさん 前との差が9秒あります。さあ時計は間もなく5分になります。残りが3分。さあ現在もコースレコードを上回るペースで走っているのはトップの2台、節也さんと高木さんです。さあこのヒート決勝レース、ベストのタイム、節也さんが9秒4まで出ています。高木さんが9秒7、一さん9秒6、栗さんが9秒8、ラッサさんが10秒34まで出ています。5分30秒経過、残りが2分半。さあ3位一さんは前、高木さんとの差が8秒です。栗さんは前、一さんとの差が 7.3。 さあ時計は6分を経過しました。残りが2分。順位は変わらず、現在トップ節也さん38周目走っています。高木さん37、一さん36、栗さん35、ラッサさんが26周目走行中。さあ一さんペース上がっててますね。さっきよりはペースが上がってきています。再びコースレコードを上回るペースに戻している。さあ6分半になります。残りが1分30秒。さあ時計は7分になるところ、残りが1分です。さあ再びコースレコードを上回るペースは節也さんと高木さんですね。トップの2台、この2台がコースレコードを上回るペース。クリさんはイチさんとラップされてるからね、差がね。さあ残りが40秒、トップのマシーンが46周目入っています。高木さん45、一さん44、クリさん43、ラッサさんが33周目。残りが30秒。さあ、節也さんが48周目入りました。現在のコースレコード48周、早くも20秒残して入っています。残りが10秒。高木さんもこれで48周目入った。さあ間もなく8分になります。ここで8分、 TKG ゴール、高木さんゴール、一さんゴール、節也 HM ゴール、栗さんゴール、レース終了です。マシンを回収してください。節也さん50周の9秒、高木さんが48周4秒、3位一さん47周7秒、4位クリさん46周9秒、5位ラッサさん36周の11秒でした。
なと思ったやっぱ俺は遅いよね。これすごいですね。多分これ2万7000円とか分かる。これ多分2万4000円くらい。早いな、クリちゃんの。早いクリちゃんのやつ早いって思ったら初めて。口嬉しいな。これ遅いですね。はい、それでは優勝セピアさん、デリットコの10名するやつでございます。じゃあ、5人コーダーチャージします。うわ、何人コーダー参加していいですか。最初はグー、ジャンプ、ゲーム、ボン。あー、ちくしょう。オープン、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 出たら高いです。最初はグー、ジャンプ、ゲーム、ボン。アイクルシャイ、アイクルシャイ、アイクルシャイ、はい、これじゃあ、俺、したよ、俺。もう一回、振ったよ、俺。オミルールで負けたのは、オミ出してないけど。最初は、じゃんけん、ぽい。ああすごい。やっぱりオミルールをやってるのは、簡単だった。じゃあ、写真撮りますんで。写真撮るので、3台、誰だったっけ。せつやさん、高木さん、いちさん、写真お願いします。8時からスタートします。RM クラスは15分後18時から予備予選スタートします。それまでに組み合わせいたします。決勝2回、はい、増田さん来るかもしれないですね。外したい。